黒博物館は、藤田和弘による短編、または中編漫画のシリーズ、黒博物館スプリンガルドは、モーニングに2007年23号から28号まで連載された。また、蒸気作品の続編、黒博物館、スプリンガルド・イブン・マザー・グースが、モーニング2007年34号から3話、掲載され、続いて、黒博物館、ゴースト&レディが2014年52号から2015年30号まで連載された。本記事では、その各々について記述する。19世紀のイギリス帝国を舞台に、ビクトリア朝の典雅で重厚な雰囲気のもと、実在の人物や実際の事件といった史実を織り交ぜつつ、メカやアクションを描いたダークファンタジー作品。デビュー以来、藤田は一貫して小学館の雑誌に作品を掲載しており、本作は藤田にとって初の講談社媒体への連載である。連載中、モーニングにおいて、陳家勝夫の黒博物館官報、閲覧の手引きが連載されていた。スプリンガルドを1837年、大英帝国の首都ロンドンに女性ばかりを狙っていたずらをする犯罪者が現れた。足にバネ足を仕込み高く飛び上がり、目と口を光らせ、奇怪な声で笑う。怪人物はイギリス国民からバネ足ジャックと呼ばれ、恐れられた。しかし、1838年春、犯人は逮捕されることなくその姿を消した。それから3年後の1841年、バネ足ジャックは、いたずらばかりでなく、女性を殺害する、殺人鬼となって、再び現れた。マザー・グース・ゴースト&レディ学芸員ロンドン警視庁、黒博物館学芸員、黒色のドレスを身にまとい、顔にかかった金髪により左目が隠れている。本作は、語り手の回想を学芸員に対し聞かせる形式をとっており、基本的に各話の冒頭は、語り手と彼女のやりとりから始まる。陳家勝夫により、ウォルター・デ・ラボア・ストレードのモデルと指摘された、ウォーターフォード公爵ヘンリー・デ・ラボア・ベレスフォード、バネ足、ジャックの経営にあたった初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーに経営を命じたイギリス女王。ビクトリアイギリスでバネ足ジャック騒動が発生した際に描かれた想像図闘争するバネ足ジャックを描いた絵画。第1回にて告示した絵が新聞に掲載されているウィリアムに催眠術を指導したフランツ・アントン・メスマー、ジェームズ・ロッケンフィールドロンドン警視庁警部。3年前のバネ足ジャック事件では捜査主任を務め、ウォルターが犯人ではないかと疑うが、逮捕には至らなかったため、3年ぶりに再来した、バネ足、ジャックの捜査に執念を燃やす。葉巻を愛用する、ヘビースモーカー。トレードマークの葉巻を左耳に挟む姿から、スコットランドヤードの機関車男との異名を持つ、ウォルター・デ・ラボア・ストレード公爵、オックスフォード大学出身、アイルランドやイングランドに、広大な領地を持ち、大きな館に居住している。幼くして、愛情を注いでくれた母親が亡くなり、冷厳な父親、上辺だけの愛情を注ぐまま母、家庭教師、メイドに囲まれて育っていった。青年期からは社交界で活躍し、蒸気機関車同士を正面衝突させたり、パブで喧嘩や放火騒ぎを起こしたりと、法当の限りを尽くす。フランシス・ボーモン準男爵の長男、オックスフォード大学出身、教と呼ばれているが、爵位などは不明、機械工学の天才と謳われ、バネ足、ジャックのバネ足も開発した。ハートフォードシャーにあるカントリーハウスに自身の研究室を構えている。研究室にはウォルターは招き入れるが、メイドには立ち入りを禁じている。メガネを愛用している。マーガレット・スケールズ・ストレードや客間メイド。ツーティングベックコモンの牧師の家に生まれるも、両親が病死。14歳の時収容された給品員で病に侵され、その後遺症で足が不自由となる。3年前、ウォルターが扮したバネ足ジャックに遭遇するが、臆せず平手打ちを食らわせ、他者を脅かすのをやめるよう諭す。その後、偶然、ストレード家に雑役メイドとして雇われる。ヘンリーと婚姻する。ヘンリー・シェルビー弁護士。ウォルターの引き起こす騒動に伴い、ストレード家に出入りするうちにマーガレットを見初める。ダニエル・カバナーロンドン警視庁巡査部長。3年ぶりに発生したバネ足ジャック事件では、上司のジェームズと共に捜査に従事するバネ足ジャックに遭遇したアーサーの身を案じかばう。ロンドン警視庁警視総監3年前のバネ足ジャック事件の捜査では、貴族であるウォルターが有力被疑者と知り、ジェームズに捜査中止を命じた。また、ジェームズ、ダニエルにアーサーの身辺警護を命ずる、アーサー・ウェルズリー・ウェリントン公爵、元首相、ワーテルローの戦いでは、イギリス陸軍、オランダ陸軍を指揮し、フランス皇帝ナポレオン一世率いるフランス陸軍を撃破した。その存在は民衆からもイギリスの伝説と称えられ、国の重要人物とみなされている。バネ足ジャック事件では、犯人を逮捕できないロンドン警視庁に業を煮やし、自ら乗馬姿で兵を率い、経営に従事する。なお、経営の際は、兵士以外にも拳銃を携帯したアーサー専属の護衛がはべっている。その老いた異様はパブにたむろする推覚にまで安心感を与えていた。ウォルターからの告発に基づき、フランシスを逮捕するべく、邸宅を包囲した。ビクトリアイギリス女王、22歳の若き君主だが、アーサーにバネ足ジャックへの経営を命じるなど、その手腕には民衆からも一目置かれている。マーチ・ストレード家の家政婦、主人であるウォルターの突飛な行動には、いちいち驚かず、若干諦めの色が見える。ポリー・アダムズホテル、グリーンマン・イン・ウェイトレス。1837年10月11日、17歳のポリーは、ホワイトフィールドマウントにて、バネ足ジャックに遭遇し、両乳房を露出させられ、バネ足ジャック事件の最初の被害者となった。メリー・スティーブンス21歳の女性。親戚宅からの帰路、バネ足ジャックにより左肩から右脇腹を切り裂かれ殺害される。ドーソン・トミー一家に所属するゴロ付き、売春婦に諸話題をせびっていたところをジェームズに殴られる。ジュリエット公爵令嬢。オスカーとベアトリスの娘、ウォルターの姪。口癖は、あ、切れた。表面的には権威に対する意識が高いため、アーサーに階級の自覚を説くが、公爵令嬢と知られて、敬語を使われた時に、寂しげな表情を見せた。ウィリアムによって、催眠術をかけられたため自ら服を脱ぎ、ウィリアムに裸体を写真に撮らせてしまう。そのため、ウィリアムに対する復讐と他の幼女の救出を企て、ウォルターの残したトランクを探しにシェルビー家を訪れる。アーサー・シェルビー・ヘンリーとマーガレットの息子。普段は、気弱な、いじめられっ子だが、科学を悪用する者には、毅然とした態度をとる。科学に関する関心と知識は人一倍で、写真や催眠術の原理をそらんじることができる。ジュリエットに対しては、当初はタメ口を聞いていたが、公爵令嬢と知ってからは、敬語で話しかけるようになる。最終的には、お願いされて、タメ口に戻す。ウィリアム・ホルム大学教授、ウィーンにて、フランツ・アントン・メスマーより、催眠術の手ほどきを受ける。また、写真術も体得している。芸術的な写真を撮るとの触れ込みで、貴族たちの子女の撮影を申し入れ、受諾した多数の幼女を自宅に招き、屋敷最上階のガラス張りのスタジオで撮影していた。しかし、自宅を訪れた幼女に対し催眠術をかけ幼女の衣服を脱がし、その裸体を写真に収めることを趣味としている。また、自宅の周りには、用心棒代わりのならず者を多数配している。オスカー・ピーポディ・ロンドンの公爵、ジュリエットの父で、ベアトリスの夫、ジュリエット曰く、結構俗っぽくって、芸術って言葉に弱い。また、娘の恩人とも言うべきアーサーに対しても、シェルビーヤが聞いたことのない加盟ということで、通り一遍の例しか述べなかった。ベアトリス・デ・ラボア・ストレード公爵夫人、ウォルターの妹、ジュリエットの母で、オスカーの妻、夫同様に、アーサーには通り一遍の例しか述べず、別れを惜しむジュリエットを、はしたないと戒める、スミス・シェルビーヤ遠征、アーサーらと親しげに会話をする。マイク=ロフト、ゴースト&レディ最終話に登場。エンバーミングの長期連載が終了したことや、同時期を舞台にしていたことからゲスト出演した。なお、元の漫画での正体は、マイクロフト・ホームズ。ありがとうございます。